チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、竹島で五輪不参加、韓国大統領候補、一押しはこいつだ、についてです。着々と溜まるパピコの購入レシート。でも、ママに負けているマリナです。マリナにとって最良のニュースが飛んできました。韓国前首相、東京五輪地図からの竹島ドクト削除を要求、拒否なら不参加も。いいですね。よろしいかと思います。現在コロナ禍で、オリンピックの開催を危ぶむ声が上がってきており、こういう状況なデリケートな時に、必ずシャシャリ出て足を引っ張る、韓国的に言うと後頭部を叩くってやつですか、そんな国があります。それは、お隣の国韓国です。もういい加減、やめにしませんかって言いたいです。オリンピックに韓国が参加しようが、不参加しようがどうでもいい話なのです。本当にただただ煩わしいだけなのです。一つだけ、光明が見えてきたのは、ムン大統領の次のスターが生まれてくるかもしれないっていうところですね。ソウル連合ニュースから、韓国与党、共に民主党から大統領選、来年3月9日への出馬を目指すチョンセグン前首相は26日、自身のフェイスブックで、ドクトは我々の領土です。ただの領土ではなく、40年の痛恨の歴史が明確に刻まれた歴史の領土です、という、ノムヒョン元大統領の演説内容を紹介した上で、日本政府に対し、東京五輪公式ホームページの日本地図に表記されたドクトを削除するよう求めた。また拒否した場合、韓国政府は五輪不参加など全ての手段を動員しなければならないと主張した。主張するのは勝手なので、せめて Facebook でクレームつけるのではなく、韓国の国会でやってくださいっていう話です。こんなバカバカしい提案を、Facebook で主張している人物が、来年の韓国大統領選の出馬を目指そうとしている輩です。もしかしたらムン大統領を超える逸材なのかもしれません。それぐらいイカれている人物なら、来年の大統領選、期待できるかもしれません。それならば、マリナは応援しますよ。ただ、ダウングレードだけは、勘弁してください。気寄らない大統領をマリナは求めています。嘘をつくのは、OK です。ムン大統領は、毎日、嘘を吐いていますので、それは許容範囲内です。マリナは、完全なる絶好を望んでいるのですから。ちなみにせっかくだから、このチョンセグン氏という人物のプロフィールを少しお伝えします。もしかしたら、大統領になる可能性もありますので、今から、チェックです。ウィキペディアでは、チョンセグンという人物は、ムン大統領政権下で国務総理、首相、またパククネ政権末期からムンジェイン政権初期にかけての、2016年6月9日から2018年5月29日まで、国会議長を務めておりました。ノムヒョン政権時代には、産業通商資源部長官や、与党、開かれた売り党の院内代表や議長、党首、イ・ミョンバク政権時代には野党第一党、民主党の代表も務めました、ショルラプクト出身。現在は次期大統領選挙への出馬の準備のために、首相を辞任しています。対日関係では、日韓議連の顧問を務め、日韓の経済協力は重要だとの立場です。日本の輸出管理強化への対応を協議する、与党の委員会の委員長も務めていました。はっきり言いまして、面白みに欠ける人物のようです。ただ、先月の4月23日の中央日報では、ジョー・バイデンアメリカ大統領が、新型コロナウイルス感染症、新型肺炎、ワクチンを自国から、優先して供給するという原則を明らかにしたことに対し、チョンセグン氏が、アメリカが禁輸措置を取るなら、これはチンピラしかしないようなことだ、と批判した記事がありました。何をもって、アメリカが韓国に禁輸措置と取るのでしょうか、
わけがわかりませんが、ワクチンを自国優先なんて、当然のことじゃないですか。それをアメリカに対して、チンピラ扱いする言動には、魅力があります。反米意識も強いお方のようです。チョンセグン氏は4月23日、CBS ラジオの時事番組、キヒョンジョンのニュースショーのインタビューで、ワクチンの半券を握っているのはアメリカにある多国籍企業、としながら、契約済みのものがあり、いつまで納品するという約束もあるのに、アメリカ政府が禁輸措置を取るならワクチンを横取りするようなもの、と話した。合わせて、こんなことができるだろうか。これはチンピラしかしないようなことだ、と付け加えた。チョンセグン氏は、アメリカがどうしたらそのような、チンピラのような真似ができるだろうか、とし、大韓民国もアメリカの同盟国だ。援助を受けているわけでもなく、製薬会社と契約ができていると。チョンセグン氏によると、韓国政府はワクチン契約を結び、前金をすでに支払っている。合わせて、我々は、アメリカが中間で横取りするならそれをただ見ているだけだろうか、とし、過度に不信を助長したり、起きてもないことに対して、心配を作り出したりすることは賢明なことでない、と話している。不信を助長しているのは、あなた、チョンセグン氏ですよ。被害妄想が強いお方だと推察しました。話を大きくするのが、得意な方のようです。この人物も来年の大統領候補として、マリナも推薦いたします。推薦理由は、反日反米思想の持ち主ですから、と言っても、韓国の大統領候補になる方は、全員反日ですね。これまた失礼いたしました。まだまだ、たくさんの面白大統領候補が出てきますので、その都度、今回のようにご紹介します。できれば、強烈なインパクトのある候補を募集していますので、ふるってご応募ください。まだ若干名、応募できますのでよろしく。ただ、一つだけ注意がございます。過去、大統領になられた方は、確実に悲惨な末路が待っていますので、それだけはご了承ください。少し時間があるようなので、お口直しに。訪米したムン大統領は、実は結構ぼっち時間があったようです。いつものことですけど。ホワイトハウスでムンジェインが、蝋人形になっていたという、衝撃の写真がありました。それはこれです。テレビで星野源が出てくると不機嫌なパパ。確かに、星野源、ちょっと調子に乗りすぎだなって思っているマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。